いや、一人かい？こんなところで会えるなんて、僕はついてるね。いつきが困った顔をしてるのは珍しい。それはそうさ。やっと追いつき、いつきさん、一体どういうことな、ちゃんと説明してください。最近説明ならしたはずだよ。僕は今スコードロンに所属していた。だからしばらくは君たちよりも。だからって前から約束してたのに。君たち、僕なんかに、そここは仮想の世界。誰かをどれほど大切に思っていても、でも、いや、執着、よし、君たちの執着に敬意を表してキャンセルは撤回するよ。もし君たちが勝ったら君たちに付き合うよ。その代わり僕たちが勝ったらしばらくは好きにさせてくれ。頼むよ。まあそれなら。あ、でも五木さん動体視力すごいから。そこは大丈夫、僕自身は選ばない。コインを投げるだけ。せっかくだから君に運命を託したいんだけど、いいかな。ありがとう、君の運を信じてるよ。じゃあ用意はいい？はい。五木さんのお友達はどっちにします？投げるよ。ふう、五木さん、また誘いますから。たまに。はあ、これでもなんだか。さて、僕が言うのもなんだけど、君には何の関係もないことで何日も連れ回されるかもしれなかったのに、正直お人よしが過ぎると思ったよ。僕が彼女たちにしたみたいにクエストをドタキャンして逃げるかもとは面と向かってそう言われてしまうと、まあどちらにしても君は人を信用しすぎてるんじゃないかな。そのうち。ありがとう。何かお礼がしたいけど何も。あ、そうだ、これを。これはね、この銃は正直スペックは低い、でも僕にとってとても大事な銃なんだ。もしよければ受け取ってくれないかい？こちらこそ、受け取ってくれてありがとう。それは僕が GGO にダイブして初めて買った銃なんだ。もしかしたらもう忘れてしまった気持ちを、それを持っていれば思い出せるような気がして、ずっとストレージに入れてたんだけど、さっきも言った通り性能的な価値もないし、売ってもビタ一文にもならない。僕には見つけられなかった価値を。また謎かけみたいだったかな。いいさ、いつかきっとこの意味がわかる時が来る。さて、じゃあまた何か面白いクエストでもあったらよ。さよなら。やいいね。ねえ、どうしたんだい？君のベッドに。僕はそれくらいには君と親密なんてね。
いや、何？特に理、そうだね。僕は、決まって、君はどうだい？いいな。そういう、なん、今日は、ここ、じゃあ、ありがとう。